こんにちは、池田真子です。はい、今回は100均マニアが選ぶセリアの購入品を紹介していきます。新商品がまたどんどん進化していて、キッチンやお風呂で使える便利な収納グッズやおしゃれなアイテムもあるので、ぜひお買い物の参考にしてください。はい、まずこちら、カーペットクリーナーを購入しました。カーペットクリーナーは100均でもいろんなタイプが販売されていると思うんですけど、こちらはケースと本体が一体化した商品になっています。はい、本体はこんな感じでシンプルなグレーで、お部屋にも馴染みやすいです。ここは穴が開いているので、フックにかけて収納することもできます。で、こちらをスライドすると、はい、こんな感じでもうローラーが出てきます。なので、このままお掃除をして、使わない時はまたさっきの蓋を閉じて、はい、このまま収納できます。中にはテープはついていないので、スペアテープ忘れずに買ってください。中にこういうパーツが入っているので、こちらを差し込みます。はい、で、あとはここにセットするだけです。おー、ぴったりはまりました。で、あとはもうここが粘着になっているので、このままお掃除できます。で、こういう風に全体的にカバーできるので、ホコリがつく心配も防げるし、剥がしたてのこう状態のまま置いていてもどこかにひっついてしまうっていうことも防げるので、これだったら安心して収納できますよね。なんか角度もね、ちょうどこうまっすぐじゃなくて、使う時の角度に合わせてこういう風にこう斜めについてくれているので、なんかすごくコロコロしやすいです。手軽に使いたいという方におすすめです。はい、続いてこちら、かけられるスプレーホルダーです。今までいろんなフックにスプレーもかけられるっていうものはあったと思うんですけど、このスプレー専用のホルダーってなんか今まで意外になかったなと思ってびっくりしました。はい、本体はこんな感じです。このフックは360度回るようになっていて、この下の部分にこういうイメージでスプレーをかけられます。これこそまさになんかありそうでなかった商品ですよね。で、使う場所としては、クローゼットは浴室、洗面台周りにかけられます。お掃除スプレーに限らず、ファブリックスプレーとかもかけられるし、その場所に合わせて角度を調整できるので、こう取り出しやすいように設置できます。耐荷重は 500g までなので、まあ、いろんなタイプのスプレーがかけられると思います。はい、続いてこちら、貼って剥がせる5連フックです。はい、本体はこちらで、真っ白なデザインに5つのフックがついています。で、このフックも動かせるようになっていて、このまま壁につけてもいいし、この天井の部分にひっつけて、ちょっとフックの角度を変えて、こんな感じで使うこともできます。この場所に合わせて角度を選べるっていうのは便利ですよね。で、こちらの貼って剥がせる粘着テープっていうのが付いているので、こちらを使って貼り付けます。この凹凸部分に粘着テープを貼って固定して、で、外すときはここのカバーを外して引っ張るみたいです。で、粘着テープを引っ張って外すことになるので、壁に粘着が残りにくいみたいです。これだったら賃貸の方でも安心ですよね。で、一つのフックにつき 200g まで対応しているので、調理器具をキッチン周りにかけたいっていう時に使えます。はい、続いてこちら、マグネット用取り付けパネルのホワイトプチです。これ4個入りになっています。こういうマグネット用の取り付けパネルって今までシルバーのもので、もうちょっと大きいサイズが、まあ、セリアやダイソーでも販売されていたんですけど、こちらはホワイトで、しかもめちゃくちゃミニサイズなので、ちょっとした収納に便利です。
はい、こんな感じで本当にミニサイズのマグネットパネルです。で、裏は粘着テープがついています。今まではこういうステンレスのむき出し感があったんですけど、今回はホワイトで表面もねつるっとしていて、本当に白い家具とかだったらすごく馴染みやすいと思います。で、この粘着テープね、スポンジタイプになっているんですけど、剥がす時に結構スポンジが残りやすかったりするので、ちょっと楽に外したいっていう場合は貼って剥がせる両面テープに貼り替えてもいいと思います。私は結構このマグネットパネル使う時はいつも魔法のテープに貼り替えています。ホワイトっていうのもそうだし、このプチサイズも今までねありそうでなかったので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてこちら、粘着シートマルチバーのホワイトです。これこそまさにありそうでなかった商品だと思うんですよね。今まではフィルムタイプがあって、フィルムタイプだとやっぱり場所によっては対応しなかったりしたんですけど、こちら粘着タイプが出ました。これはまさに求めてたやつですね。はい、中はこんな感じでシンプルなプラスチックのバーになっていて、ここがもう粘着になっているので、フィルムを剥がしてそのまま貼って使えます。はい、イメージはこんな感じで、お風呂の壁がマグネット対応していないっていう方も粘着タイプだったら貼って使えるし、お風呂にバーがないっていう方もこちらを使うことで収納スペースを増やすことができます。洗濯機だったりとか洗面所周りで使うこともできるし、キッチン周りとかにあっても便利です。光沢のある平らな面に対応していて、耐荷重が約1キロになります。で、このタイプは一回剥がすと粘着力が落ちちゃったりとか、あと剥がす時にこのフィルムも曲がったりしやすいと思うので、あんまりこう張り替えたりっていうのは避けた方がいいと思います。はい、最後こちらです。スタイリッシュティーフォークとスタイリッシュティースプーンです。はい、中はこんな感じで、この先がちょっとつるっとしたゴールドになっていて、持ち手の部分がベージュのすごいね、口ポール風なおしゃれなカトラリーになっています。裏はこんな感じでちょっとくぼみがあって、なんかすっきりとしたデザインです。触ってみた感じ、スプーンはね大丈夫そうなんですけど、フォークの方の先が若干尖って感じるので、これはちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。結構鋭いですね。でもこれが100円と思うと本当におしゃれで高見えもすると思うし、プチプラでおしゃれなものが欲しいっていう方にぴったりだと思います。この切り替えの部分も元々のスプーンの上からこう色が塗装されているような感じなので、なんかここの隙間に汚れが詰まったりとか折れたりっていう心配は少なそうです。これもすごい可愛いので、気になった方探してみてください。はい、ということで今回はセリアの購入品を紹介しました。今回は本当に意外とありそうでなかったような便利グッズがたくさんだったと思うので、気になるものがあればチェックしてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。